おはようございます、ナミさん。今回はアンバサダーですか、安田ヨーグルトさんのね、これインスタグラムでこういうのやってるんですよね。まあこういうふうにね、いろんな企業がインスタグラム、その他の SNS を使って自分の会社の商品ですとか、自分の会社そのもの、自分の会社の魅力ある人たちをこういうふうにプロデュースしてる、いわゆる紹介してるんですよね。で、このメリットっていうのは、最大のものは広告費がかからないってところなんですよ。もちろん SNS に広告費を出している場合もありますけども、一般のテレビメディアや雑誌と違って莫大な広告費はいらないんですよね。そしてその広告の内容も自社でカスタマイズできるところがいいんじゃないかなと思います。まあ一番いいのはですね、会社の中に YouTube 部門っていうのがあって、その自分のね、会社の YouTube がチャンネル登録者をずっと増やしながら、そこで自分の会社の紹介をするとか、社員さんがそこに登場していろいろね喋るとかね、そういったのがいいかなと思います。やっぱりね、会社の社員といえども一人の人間ですから、この世の中の人と共通項があったりなかったり、共感をね醸し出せるものがあったりなかったりすると思うんですよ。まあ、ですんで、私がね、もし会社員で自分の商品、自分の会社の商品を紹介しろって言われたら、まずは趣味のグループでつながることを考えますよね。例えばまあ車好きで集まるとかね、プラモデルで集まるとかね、昔のアニメで集まるとか、昔のドラマで集まるとかっていう風なカテゴリーでずっと発信していって、その折ごとに、私はこういうところで勤めていて、こういうものを販売してますと、今度キャンペーンがあるんで、いつものテーマとは違いますけども、ここで紹介させてもらえますかって形で喋っていくかなと思いますよね。で、まるでですね、今回ね、まあこの新潟速稼塾のナミさんは自身のコミュニティも運営している中で、こういうふうな安田ヨーグルトさんとかをね紹介するわけなんですよ。だからいつもは自分のコミュニティの発信をしてるんだけども、今日はこれを紹介しますねみたいな感じでね、まあ、まさに、ね、頼まれたわけでもないのに、やっぱりこう自分の魅力を感じているものとか、この情報を聞いた人が何かメリットがあるんじゃないかなっていうふうな、この貢献心で、ね、やってくださってるんですよね。もうこれが非常に大事なことじゃないですか。で、これを繰り返すことによって、多くの人が新しい情報、いい情報、自分のつかみきれなかった情報を、この舞姫大学、舞姫 TV にはあるなと感じれば、チャンネル登録もしてくれると思いますしね、その流れが作れると思うんですよ。さあ、それでね、まとめになりますけども、ナミさんね、この毎日毎日動画更新していただいております。この舞姫大学っていうのは、一体どういうふうな学校なのか、で、どういうふうに入学手続きが取れるのか、そして費用はいくらなのか、舞姫大学に入ったらどういうふうになることができるのかっていうふうなこともね、たまに紹介していただくといいんじゃないかなと思います。普段ね、まあ、いろんな人を紹介してくださる、いろんな案件を紹介してくださる舞姫大学なんですけども、舞姫大学自身のこともたまには聞きたいなと私自身も思いましたんで、またどっかでねお考えいただければと思います。どうもありがとうございました。そしてね、今回の安田ヨーグルトさんのインスタグラム募集案件、これね、インスタグラムされてる方はちょっとものは試し、トライしてみたらどうかなと思います。こういうのね、いろいろ関わってみると、その会社との付き合いが始まるんで、本当にねお得だと思いますよ。で、その会社を紹介することによって、その会社に、その会社の信用に、まあ、いわゆる乗っかってですね、自分のことをプロデュースもしやすくなると思いますんで、そういうふうな方向でやってみてはいかがでしょうか。例えばね、私がねずっとトヨタ自動車の車をずっと紹介していったら、トヨタの人になってくるんですよ、だんだん。それでトヨタのショールームに行ってインタビューしてみてもおかしくない流れもできますし、多分トヨタのショールームの人も YouTuber 歓迎みたいになると思うんですよ。だからやっぱりね、自分が何のファンなのかってことを明確にすることも、自分のこのメディアをねものすごく光るものにするポイントになると思いますんで、この動画を見ていらっしゃる方、そういった考えで YouTube とか運営してみたらいかがでしょうか。はい、そしてですね、ナミさんの方にはいつも動画を送っていただきましてありがとうございます。改めてお礼を申し上げて、ね、今回の動画を終わらせていただきます。また動画を送ってください。よろしくお願いします。